おはようございます。簡単マイコン教室おちゃん先生の土井です。今日から何しようかなって実は迷ってて予告にもかけてなかったんですが、ちょっとこういうのを用意してみました。映るかな。ドローン、テロっていう教育用のドローンで、これプログラミングで飛ばすことができるんですね。ここのアップ映るかな。スクラッチっていうのが映ってて、スクラッチで映すことができます。で、本ではこんな本もあってですね、パッと見は結構優しそうな本なんですが、結構高度な本です。こんな本も出ていて、スクラッチでこのテロを飛ばすっていうのはできなくはなさそうで、ただ結構いろんなことややこしいんじゃないかなと思います。それはだいぶ前から知ってたんですが、実は以前やった M5 スタックですね、ちょっと画面を切り替えますと、 M5 スタックのデスクトップ版ですが、これの中のブロックの紹介はしなかったんですが、下の方に行くとサードパーティーって言って、そこのブロックをこうするとですね、M5 スタックのこれはまあベーシックだとかグレイとか用 の、 ハードウェアのデバイスなんですが、その中にテロっていうのがあって、これクリックするとテロのブロックが出てくるんですよね。初期化するとか、コネクトですか、メガネがちょっとこの伊達メガネはちょっと度が入ってなくて見づらいんですが、で多分これ旋回するですよね、とかいうので、なんかこれ M5 スタックとかでも接続できそうなんですね。で、私自身このテロっていうのをまだ使ったことないですね。ちょっとこれお借り知人から借りてきて、学校ではなくてお友達から借りてきたテロなんですけども、これを使ってやりたいなと。で、まあこれでうまくいってスクラッチでもまあデモができるぐらいになると、ちょうど来年の実験実習で用意し考えているスクラッチの導入で、まあ応用するとこういうハードウェアで、まあロボットの一つの例であるドローンも制御できるんだよというふうなこともできるので、今日以降ちょっとこのあたりをやってみたいなと思います。ただまあ私自身マイクロビットだとかであればかなり触ってですね、こうやってああやってこうすればできますよっていうのになるんですけど、またなんかやりながら違うなとかいうふうに、私の何ていうんですかね、トライアンドエラーの回数が続いてしまうかもしれませんけど、目的としてはドローンを動かす、スクラッチとの連携も多分自然と出てくるんじゃないかなと思います。で、最終的にはマイコンの M5 スタックのこのサードパーティーのブロックですね、さっきも紹介したこれで飛ぶのかなというのをやってみたいなと思います。だからですねまあ日々見ていただいて、まあどんなこう風にやってるのかっていうのを見ていただければ、まあ最終的にちゃんと飛べばですね、それをまとめるとそこそこの圧縮した動画も作れるかなと思うので、そのあたりを目指してやっていきたいと思います。はい、マイクロビットはもう何て言うかな、一通り使ってだいぶ様子が分かってきてですね、で Python モードでやろうとしたんですが、やっぱり Python モードになるとそれなりのスキルもいるので、まあそういう勉強したい方は必要に応じてしていただくと。まあ私はいろいろ気軽にコンピューターに触れるビジュアル的なブロックプログラミングに入ってくるっていう入り口を、まあいろいろ短い動画で紹介できたらなと思っているので、今回はドローンを題材にスクラッチと M5 スタックで攻めてみると。ちょっと長いシリーズになって収束するかどうかちょっと自信がないんですが、ちゃんと商品になっていて、これサードパーティーとして連携しているっていうことは、ちゃんとやればちゃんと動くということで出ているんだと思うので、やっていきたいと思います。今日は今後どういうことをやっていくかっていうのの紹介動画ということで、頑張りましょうという回でよろしくお願いします。次回からですね、少しずつどこからやっていけばいいかっていうところから
も含めて、撮っていきたいと思います。はい、今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルでは、そうですね、テロって言いましょうか、テロを題材にスクラッチや M5 スタックというもののビジュアルプログラミングを紹介したいなと思っています。と今後数回はですね、そんな形になるかと思います。で、水曜日と土曜日はいちごジャムの説明をしています。で、日曜日は私の趣味ということで、英語で日本語の動画をマイクロビットで紹介するというふうにしていますので、もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日お付き合いいただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。